サッカー中華人民共和国代表は中国サッカー協会によって編成されるサッカーのナショナルチームであるアジアサッカー連盟及び東アジアサッカー連盟所属ホームスタジアムは首都北京にある北京工人体育場なおサッカー香港代表サッカーマカオ代表サッカーチベット代表については各項目を参照 1913年に創設された極東選手権の第1回大会に参加しフィリピン戦で初の国際試合を経験した。なお、極東選手権競技大会では10大会中級大会で優勝を果たした。FIFA ワールドカップは1958年大会に初めて予選に参加した。その後1978年大会まで不参加であり、 1982年大会から再び予選に参加した。1982年大会のアジアオセアニア予選では最終予選でニュージーランドと勝ち点、得失点差で同率2位となり最終予選プレイオフでニュージーランドと対戦したものの1から2で敗れた。1986年大会のアジア予選では一時予選グループ 4A2 で予選敗退。 1990年大会のアジア予選では最終予選に進出したものの4位に終わり予選敗退。1994年大会のアジア予選では一時予選グループ A2 位で予選敗退。1998年大会のアジア予選でも最終予選に進出したもののグループ A3 位で予選敗退。このようにワールドカップ出場権を逃す状況が続いた。 2002年大会のアジア予選では開催国として日本と韓国が予選を免除され当面のライバルは中東に絞られることになったアジア最終予選のグループ分けではサウジアラビアイランイラクなどがすべてグループ A へと回り中国は UAE、ウズベキスタン、オマーン、カタールなどと同じグループ B となったそしてボラミルティノビッチに率いられた中国代表は アジア最終予選グループ B を6勝1敗1分のトップで通過。初の本大会出場権を獲得したが、その本大会では一時リーググループ C に入り、ブラジル、コスタリカ、トルコと対戦。3戦無得点で全敗しグループ最下位で敗退となった。その後、自国開催となった AFC アジアカップ2004で準優勝した。 しかし 2006FIFA ワールドカップのアジア予選では一時予選でクウェートに総得点で僅差で及ばず敗退となった。予選敗退後は2008年の北京オリンピックに小順を合わせ世代交代を進め2005年の東アジア選手権では優勝した。2010FIFA ワールドカップアジア予選はオーストラリア、イラク、カタールと同じ組となり三次予選で グループ1再開に終わり敗退した。韓国に対しては恐れ干渉とも称されている。なお、2010年の東アジア選手権で初対戦から32年、28試合目にして3から0で初勝利した。2014FIFA ワールドカップアジア予選も3次予選グループ A3 位で敗退した。2015年アジアカップは予選で苦しめられ、 各組3位の最上位での出場権獲得と、毎発だった。本大会では、グループリーグを3戦全勝し、ベスト8に進出したが、準々決勝で、オーストラリアの2 0で敗れた。E-1 サッカー選手権2017では、初戦で、恐れ干渉とも称される韓国と対戦。前半9分にウェイシー・ハウのゴールで先制するも、直後に逆転を許したことが響き、 76分に言う、ダーバオのゴールで追いつくも2から2で引き分け。第2戦の日本戦は、スコアレスで粘りを見せていたが、試合終盤に2点を奪われるなどして1から2で、赤敗最終戦の北朝鮮戦も28分に、先制するも、試合終盤の81分にセットプレーから、失点して1から1で引き分け。未勝利で大会を終えることとなった。 2018FIFA ワールドカップアジア予選では3次予選まで進出し、グループ A5 位で予選敗退となったものの、第6節で韓国をホームで1の0で破った。なお、中国は最終予選は4節終了時点で勝ち点1しかない状況だったが、FIFA by 2006年大会でイタリア代表を優勝に導いたマルチェロリッピが監督に就任してから残りの6試合は、 前述の韓国撃派など3勝2分1敗と、好調だった。E-1 サッカー選手権2019では、初戦の日本戦は29分、70分に失点を、喫し、90分に、ドン・シュエシェンのゴールで1点を返すも同点に追いつく、ことはできずに1から2で赤敗。第2戦の韓国戦も13分に、キム・ミンジェにゴールを決められてそのまま0から1で敗れた。 最終戦の香港戦で2点を奪ってようやく初勝利を手にして大会を終えた。ありがとうございます。